お前が主役だぜ、トニーフラッシュ。你知道他是谁吗？周杰伦。那你知道他吗？不是周杰伦。你知道他是谁吗？周杰伦。那你知道他吗？蓝优。蓝优。东尼大木。东尼大木。东尼大木。大家好，我是东尼大木。请问东尼大木？东尼大木，我想请问你。东尼大木。东尼大木。东尼大木。请问东尼大木？ちょっと答えていきたいと思います。ちゃんと言っとけよ。请问东尼大木，你除了演戏之外，你还会想要做爱吗？まあね、なんか昔ほどそんなにやりたいっていうふうに思わなかったですけど、でもね、お酒とか飲むとね、やっぱり近くの女の子いたら、やらせて、いや、じゃあちょっとだけ触らせて、じゃあ乳首触らないからその辺だけ触らせてとか、よくやってますね。请问东尼大木，你印象最深刻的拍片内容是什么呢？プロレスの興行みたいな感じで AV を撮ったのが700人ぐらい見てるんですよ。その勝った方が女の子とやれるみたいなやつだったんですけど、もうね、プロレスをやってチンコ立てるなんてもう全然無理で、もう700人の前でチンコ立たないんですよ。でも立たせなくちゃいけないから、もう自分でシコシコしながら、こう自分でシコシコシコってやりながら、こうお願い見ないで、みんな見ないでっていうね、もう、ね、ちょっとね、今出してもう请问东尼大木，你第一次演出的薪水是多少？多分ですね、最初はただでしたね、0円。なんか女の子がいるから、ちょっとおいでって友達に言われて、まあ遊びに行ったんです。そしたらなんかこう、ちょっと女の子とやろうぜって話になって、それをなんかこうカメラでこう撮りながらやって、それが一番最初だったような気がします。你喜欢什么样的女生？自分と馬が合うっていうか、馬あった方がいいけど。東尼大木，我喜欢剃光头，请问你为什么也喜欢剃光头？いろんな髪型にしてみようって変身したいなと思ってやってたんですけど、超大失敗して、どうしようこれと思って、もうこうなったらそれしかないやと思って、また機会があったらやりたいと思います。みんなもう一回見てみたい。请问東尼大木，你是如何保养你的身材工具的？どうも、頑張ったな。よしよし頑張ったな、よしよしよしって言って、そうすると彼は褒めると伸びるタイプなんで、お前らもそうだな。你是不是槟榔？槟榔？槟榔って何？东尼大木，我想请问你，周董都结婚了，那想请问你什么时候结婚？もう20年以上前に結婚してるんですね。幼馴染と結婚して、今でも結構仲いいですね。何言ってんだ、なんかそんな話したくないのに。请问东尼大木，你如果来台湾的话，会不会想要见到周杰伦本人？そうですね。会えるんだったら会ってみたいですけど、でも向こうは嫌だって言うんじゃないの？なんか AV ラインでしょっていう感じで言われちゃいそうだね。でもなんか一回ぐらい会って、なんか一緒に歌いたいね。请问东尼大木，你有想唱听妈妈的话吗？听妈妈的话。これ今度覚えて全部歌っちゃおうかな。请问你跟周杰伦之间什么关系？兄弟。嘘です。你为什么想要当主唱？実は僕ね、AV 男優になる前は歌手になろうか、AV 男優になろうかすごい迷ったんですよ。お金ももらえるし。セックスもできるしってことで、もう結局 AV ラインを選んだったんですけどね。でもまあずっと AV ラインやってきて、そういえば俺歌も歌いたかったんだなーって思い出して、そんでまた歌始めました。なんで3月28日絶対来いよ。絶対だかんな。请问东尼大木推不推荐男生也去当 AV 男优？おお、もちろん勧めるよ。だってさ、今 AV ラインが少ないからさ、ね。君たちの挑戦。请问东尼大木一天打几次手枪？一日100回。目指してます。じゃあね。3月28日来いよ。